皆さんこんにちは。公認会計士資格説明会在学中に合格する方法というタイトルでガイダンスを始めていきたいと思います。担当はレックス専任講師二宮です。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらはですね、タイトル通りということになりますけども、大学生の方がですね、大学在学中に合格するためにはですね、どういったことを心がけていけばいいのかというところをですね、お伝えする講座となっておりまして、私自身もですね、大学2年時から勉強を始めて、4年生の時に合格しているわけで、在学中に合格した経験があるわけですけれども、自分の経験とかもね、踏まえてお話ができればなというふうに思います。ただ私がね、受験していた頃っていうのは、今から10年ぐらい前になりまして、今のね、試験内容とはね、若干違うところっていうのがあるんですけれども、ただその中でもね、やはりその普遍的に今の試験においても活用できる部分っていうのがあるのかなというふうに考えまして、このね、動画を撮っている次第です。はい。何かね、参考になるところがあればいいなというふうに思いますので、ちょっとね、短い時間ではありますけども、在学中に受かるために必要なことについてですね、ちょっと私なりに考えましたので、お話ができればなと思います。で、早速ではありますけども、見ていきますと、ちょっと簡単に箇条書きでね、必要なことっていうのを書いてありますけれども、割と抽象的なことが多いです。個別具体的なね、勉強の方法論についてね、お話をする、ガイダンス動画ではなくてですね、そういったものについてはね、各科目ごとにやり方とかもありますし、で、個々人によってもね、やり方っていうのが違ってきますから、正解がない世界ですんでね、そういったものについてはね、特にこの講義の中ではね、この動画の中ではお話はしません。どちらかというとね、もっと精神的なものとかのお話になってくるかと思いますけれども、とりあえずまず在学中に受かるために必要なこととして一つ目としてはですね、学習環境を整えるっていうのはこれすごく重要なことになってきます。というのも会計士の試験に受かろうと思った場合はですね、通常は2年ぐらいは論文式試験の、合格目指してね、最短でも時間はかかるわけです。超最短でね、本当に1年とかで受かって方も中にはいますけども、こういった方ってかなり特殊ですからね。おおよそね 99% の人間っていうのは、2年は最短でもね、見ていかなければいけないのかなと思います。というか2年で受かれば相当早いですね。はい。で2年ぐらいはね勉強していかなければいけないと考えた時に、少なくともラスト1年っていうところはがむしゃらに勉強していかなければいけないです。だからそのためにはね、勉強中心にした生活をできるように学習環境を整える必要性があります。大学生の方であればですね、友人の協力であったりですね、あるいはご家族の協力とかも必要になってくるでしょうし、自分は勉強だけに専念していいんだっていう、そういう環境をね、自分で作っていかなければいけないです。より具体的な話としてはですね、大学の授業選びとかの際にですね、まずその会計士の試験と関係のある科目を選択した方が望ましいでしょうね。商学部とかね、あるいは経営学部とか設置されている大学であれば、大学の講義の中に、簿記とか財務会計とか管理会計とか、あるいは租税法とかね、あるいは会社法とかですね、そういった科目のね、講義っていうのがあるかと思いますんでね、そういったものを履修してもらって、その科目についてはですね、特に試験前とかに勉強しなくても、普段会計士の受験勉強をしていればですね、もう試験に行くだけで単位が取れるっていう状況を作っておくと。そうすればね、少なくとも大学の中での勉強に時間を費やすっていうところがなくなっていきますから、学習負担っていうのを少なくすることができるかと思います。はい。私は残念ながらね、経済学部だったんですけれども、経済学部の人間が取れるね、公認会計士試験の受験科目としては、大学の中だと簿記しかなかったので、ほとんどね、関係のない科目っていうのを取っていたんで、結構苦労したなっていう記憶はありますけれども、商学部の方なんかはですね、ほとんど会計士の試験科目で履修科目を固めてしまってね、特に試験前とかに勉強しなくてもですね、本当に手ぶらで行って、単位を A 判定とかね、取ってきたりすることができていたので、本当に羨ましいなっていうふうに思った記憶がありますね。はい。ただそこはね、もうしょうがないところですから、履修できる科目がない方はね、それはもうしょうがないんで、ただなるべくね、学習負担の少ないですね、単位の取りやすい、授業を選択した方が望ましいのかなっていうふうには思います。はい。
で、あとはね、大学のそういった講義以外の話としましては、まあゼミとかね、あるいはまあサークルとかもそうなんですけれども、ゼミやサークル活動っていうところもね、大学生活の中では一つのね、中心的な存在になってくるわけですから、重要なものになってきますけれども、ただそこでもね、時間の拘束っていうのはできるだけ短いものを選択するのが望ましいのかなと思います。まあ私はね、サークルはほとんどやっていなかったので、一応所属はしていましたけど、ほとんど、まあ、行かなかったっていうところがありますんでね。で、まあ実質やっていなかったようなものなんですけども、まあゼミはやっていましたね。で、ゼミ活動についてもできるだけまあ勉強時間っていうところが、まあ確保できるようにですね、あまりそのゼミの時間に、まあ、拘束時間っていうところがね、ないものを選択した記憶があります。中にはあるじゃないですか、週に3回とか週に4回とかですね、グループワークとかで集まらなければいけないゼミとかっていうのがありますけども、そういうゼミとかに入ってしまうと相当にきついですよね。週に3回とか4回拘束されて、で、まあいろいろとね、事前の準備とかも必要な場合もあるでしょうから、まあそういったことをやりつつ、会計士のね、まあ試験勉強をやって、また他の大学の授業とかもあったりもしますし、まあ相当に厳しいのかなっていうふうには思います。はい。だからまあ私の周りにいたね、在学中の合格者っていうのはもうほとんどはですね、拘束時間の短いものか、あるいは、会計士の試験科目と関係のあるゼミを選択されている方が在学中合格者には多かったように思いますね。はい。何もかもやってね、それがうまくね、全部 100% の力でできるかっていうと、そんなスーパーマンなかなかいませんからね。やはりまあ勉強中心に考えた、勉強 100% の力でやるってことを決めたのであれば、後のものについてはある程度流しでもできるものをね、選んでいかなければいけないのかなっていうふうには思います。はい。なかなかね、大変なんですよね。ゼミ活動とかもね、まあそのゼミがね、まあ拘束時間が少なくて、なおかつ、まあその会計士の試験の勉強に対してね、まあ理解があるゼミだったらすごくいいんですよ。中には理解がないゼミとかありますからね。まあ試験前なのにもかかわらず、いろいろね、なんかその輪読とかの担当とかをあてがってくるとかですね。まあ、試験前にものすごい準備をしなければいけないとかね、まあ、そんなことになるとすごく大変じゃないですか。で、またその会計士の試験の理解のないゼミとかですね、あるいはそのゼミの中に会計士の受験生がいないところとかに入ってしまうとですね、勉強のモチベーションそのもの下がっちゃうんですよ。まあ、どうしてもね、自分はゼミとか終わった後に家に帰って勉強しなければいけないわけですけども、周りのみんなっていうのはほとんどそんな勉強はしていなくて、まあゼミが終わった後に遊びに行ったりしてるわけですから、まあ、そういうのを見てるとやっぱりいいなっていう風な気持ちが出てきてね、まあどうしてもちょっとね、勉強のモチベーションっていうのは下がってしまう部分はありますからね。できるだけ周りに受験生がいるような環境っていうのを作った方が本当にいいかと思います。受験仲間ってすごく重要なんですよ。一人で勉強ね、できる方っていうのもいるとは思いますけれども、多くの方はそんなにね、メンタルが強くないので、誰か競う相手とかね、一緒に勉強する仲間っていうのが必要だと思います。で、一緒に切磋琢磨、ね、しながら勉強していけばね、相手に負けないようにその勉強しようっていうモチベーションにもなっていきますからね。勉強仲間を作るっていうのも、この短期合格する上では一つ重要なのかなっていうふうには個人的には思っています。はい。まあ、そんなにたくさんいる必要性はないですよ。本当にまあ仲のいい人ね、1人、2人、3人いれば十分だと思いますからね。まあちょっと勉強の息抜きとかに話す相手とかがね、まあいればね、本当にそれだけでね、ストレス発散にもなるかと思いますからね。まあ学習環境をね、整えるっていうのは、そういった受験仲間を作るっていうところもね、含まれているんでね。できるだけね、特に学生の方なんかはですね、まあ、自己管理能力がまだね、そんなに社会人の方とかに比べてみると高くはないので、まあ、勉強仲間を作って切磋琢磨し合えるような人間ですね、お互いに牽制機能が働くような、まあ、人間関係っていうのを作っていくっていうのも、まあ、この短期合格する上では必要になってくるのかなっていうふうには思います。はい。で、またね、受験仲間っていうのはね、勉強のモチベーションっていうのを維持する上でも重要なんですけども、実際に受かった後とかも、この受験時代にね、一緒にまあ勉強した仲間っていうのはですね、すごく長い付き合いになっていきます。まあこの業界とかね、すごく狭いんですよ。すごい狭い業界ですから、知り合いの知り合いが大体まあ知り合いみたいな感じなんですよね。だからすごく狭い業界なんで、まあ一緒に受験勉強したまあ友人とかっていうのは、私も今でも連絡があったりするぐらいなんでね、
まあ、それぐらいまあ一緒の付き合いになる可能性っていうのが高いんですよ、大学の友達とかよりもね。だからまあ今ねできた友人っていうのはすごく大事にしておいた方がいいのかなと思います。はい。でちょっと話が脱線したんですけども、2つ目として今度学習習慣をね早く身につけて時間の浪費を防ぐっていうのは、これもね在学中に受かるためにはすごく重要です。というのもね、2年ぐらいの勉強期間を見たときに、結構初めの1年とかっていうのは中だるみする時も出てきたりするんですよ。まあ始めてみたはいいけれども、どれぐらいの強度で勉強していいかわからないんで、とりあえず講義を聞いて終わりとかね、で講義を聞いて問題集1回解いて終わりとかですね、まあそういうレベル感で、まあ、勉強されていく方が多いんですけれども、まあそれをやってしまうとですね、今度残りの1年のところで結構苦労するんですよ。初めの1年って、まあ、かなり重要なことをね勉強したりするんです。まあこれはもう各予備校のねカリキュラムとかによって違ってくるかもしれませんけども、レックのカリキュラムであればね、もう初めの1年でほとんどの部分を勉強するような形になるんですよ。だからここでね、本当に中だるみしてしまうとですね、基礎力っていうのが土台が固まらないままでね、次のその上級期の部分に移っていく形になってしまいますから、初めの数ヶ月とかっていうのはかなり重要なんですね。また初めの数ヶ月でちゃんと勉強する習慣っていうのを身につけることができればですね、その先ずっとまあ勉強習慣が身についた上で、まあ、学習に取り組むことができますんでね、初め学習習慣をつければいいサイクルを生み出すこともできますからね。だからもう初めのスタートダッシュっていうところはねかなり重要なんだと思ってください。はい。でそれは次のね括弧3番にもつながってくるんですけども、早く始めるっていうところ、これをね心がけてほしいと。もう勉強を始めてる方もねいるかと思いますけど、まだ勉強を始めてない方はですね、とにかく早くスタートしてください。もう今すぐスタートした方がいいです。はい。在学中に受かろうと思ったら受験できるチャンスってそう多くないんですよ。例えば1年生から始めたとしてもですね、次の2年生の8月で受験できるかっていうと、そこにたどり着く人って相当少ないです。大学1年生の4月からスタートして、まあ、12月の担当式試験に受かるっていうのは結構現実味がないので、次の5月の担当式試験に受かるかどうかっていう形になりますけど、この5月の担当式試験に受かってそのまま8月の論文に一発で合格していかなければいけないので、本当に全体の合格者の中でも2年時に受かる人っていうのは稀です。2年生で受かるっていうのは本当に数十人しかいないレベルになってきますからね。合格者1200人ぐらいいますけども、その中でも本当に一握りの存在になってきますからね。はい。だからまあそこで受かっていくっていうのは結構現実味がないんですよ。結構厳しいんですよそこはね。だから多くの場合っていうのは大学3年次4年次ってことになってきます。1年生からスタートして大学3年次に初めて論文を受けるとか、まあ、そういうレベルになってくるんで、3年次に論文を受けて受かればいいですけども、落ちた場合残り1回しかね論文式試験の受験っていうのを在学中にはすることができませんので、もう在学中に多くても2回しか受けれないんですよ、論文式試験については。そう考えると結構在学中に受かるっていうのはシビアですよね。だから時間がねあまりあるようでないんですよ。4年間あるなっていうふうに思っていたとしても、本当に大学生活の4年間っていうのは一瞬で過ぎ去りますからね。特にこういう会計士の勉強なんかしていたら、かなり毎日毎日濃度が濃いので気づいたら一瞬で終わってるんですよ。だからもう気づいたらもう大学4年生だなっていうので、もう残り1回しかチャンスがないなっていうふうになっちゃいますから、なるべく早くスタートする、できれば理想的には1年生の9月くらいからスタートするっていうのが理想的です。1年生の9月スタートして翌年の12月、2年生の12月のタイミングで担当式試験を合格して、でその次の 3年生の8月の論文式試験の時に、まあ、合格すると、これが一番綺麗な流れです。3年生の時に受かればね、残り1年間についてはもう監査法人の就職とかも決まってる状況で、でも就職が決まって非常勤のバイトとかも監査法人で入れたりしますから、そこでまあ高い時給のバイトをしながら、まあ、1年間は大学生活を優先した生活をすることができるんでね、非常にまあ有意義な過ごし方をすることができます。これ私はね2年生の時に始めたんで、まあ本当に始めた当初はね1年生の時に始めたらよかったなって思いましたよ。大学2年生の時に始めた場合っていうのは、4年生の8月がまあ本当にまあ初めてにして最後のチャンスになってしまいますからね。
1年早く始めてたらね、まあ1年とは言わなくても半年早く始めてたらこれ違ってたんだろうなっていうのは本当に思いましたね。だから在学中合格っていうのを本当に狙うんだったら、とにかく今からスタートするっていうところ、今すぐスタートするっていうのを心がけてください。始められてる方もね、本当にちょっと焦ってね、勉強した方がいいと思います。そんなに猶予はないですよ。で、在学中にね、合格できない場合は卒業してからね、受けていくことになりますけど、卒業してから受けるっていうのもね、これ精神衛生上良くないんですよ。やっぱりもう周りがね、同級生とかが就職してね、初任給で何買ったの、ボーナスに何買ったのって話をしている中で、まあ自分は受験勉強しなきゃいけないわけですからね、まあすごく精神衛生上良くないんでね、在学中であればね、そういった不安に駆られる心配もありませんから、できるだけ4年間の中で受かっていくっていうところですね。本当に今の勉強っていうところがですね、将来を決めるっていうね、まあそういう危機感を持ってですね、まあ毎日の勉強に取り組んでいただきたいなっていうふうには思いますね。はい。まあ在学中に受かるためにはね、早く始めるって当たり前じゃないかって思うかもしれませんけども、これは本当に重要なことではありますからね。はい。できれば1年生の時に始められるようであればね、始めていただきたいなっていうふうには思います。はい。で、あと4つ目はね、これは特に在学中合格云々はあまり関係がないんですけれども、目的意識をね、常に持って取り組んでいただきたいなっていうふうに思うんです。というのも、まあ人間何でもそうなんですけれども、勉強でもね、スポーツでも、まあゲームでもそうですけれども、何でもかんでもね、そのある程度、まあその付き合いが長くなっていくとですね、興味関心っていうのはだんだん薄れていくわけですよ。一つの物事を突き詰めていくっていうのは相当難しいというか、それができる人っていうのは結構少ないんですよね。まあスポーツとかでね、特に顕著だと思いますけど、始めた当初って楽しいじゃないですか。でも相手に勝つためにいろいろと筋トレとかをするって辛いじゃないですか。こういうところが楽しくないところなんですよね。そういったところでも楽しめる人種っていうのはいるんですけども、それも本当に特殊な才能ある人なんで、多くの人はそういったことがつまらないなって当然思うわけですよ。はい。で、勉強とかでも始めた当初はですね、すごいまあ楽しいなと、新しいね、学びとか新しい発見とかね、自分の中でね、新しい見識っていうのがやっぱり蓄えられていく感覚っていうのは、楽しさを覚えるところっていうのはね、多分にありますからね。まあ、初めのうちは興味関心をね、強く持ってね、本当に取り組むことができるわけですけど、ある程度勉強期間が長くなっていけばですね、まあ当然そんなものは薄らいでいくんですよ。で、その時にね、これよく言う人いるんですけども、私あんまりこれ好きじゃないんですけども、初心を忘れるなっていう人いるんですよ、初心をね。初心なんか大体忘れるじゃないですか。初心って勉強始める前のことかって言われるとね、その勉強始める前のことなんていうのはね、もうほとんど覚えてないですから。さあ、勉強始める前はね、この勉強とかに対してすごい憧れとかがあったりですね、まあこれだけ知識蓄えられた後の自分の姿とかを想像してですね、すごいモチベーションが高まったりするわけですけれども、そんな気持ちっていうのを思い出せるわけないですからね。別に初心なんかね、覚えてなくていいんですよ。ただ少なくとも、毎日毎日勉強していくときに、まあ今日は何をやるのかっていうのはしっかりと明確に決めた上でね、それをちゃんと達成し終わるまでは勉強やめないっていうぐらいのね、そういうサイクルを作ってほしいんですよ。割とね、よくやりがちなのがね、もう勉強をとにかくしなければいけないっていう脅迫観念に駆られて、とにかく8時間机に座ってますと。まあこんな普通に考えて意味ないじゃないですか。8時間、まあ一応勉強をしてはいるんですけれども、どこか上の空で取り組んでるっていうのは当然学習効果は高くないわけですから、そんな勉強するぐらいだと遊んだ方がマシですから。だからまあそういったふうに陥らないためにもね、毎日毎日の勉強をしていくにあたって、常に今日は何ができたのかっていうところですね。毎日の目標を決めて、その目標を達成できたかどうかの実績っていうところをね、ちゃんと一日のうちにフィードバックをしてですね、翌日に生かしていくっていう、こういうサイクルを作ってほしいんです。これ私も受験時代やっていましたけれども、一日やったことを寝る前に10分から20分ぐらいかけて書き出してました。今日は昨日の自分と違って、今日の自分は勉強したことによって何ができるようになったのかっていうのをちゃんと寝る前に書き出して、まあ、この論点できるようになったよねっていうふうに書いていきました。まあ、そういうことをしていくようになるとね、やっぱりその毎日目的意識を持って学習に取り組んでいくようになりますからね。だからまあ普段の勉強っていうのはね、
割とつまらないなっていうふうに思うことも出てくるかとは思いますけれども、その中でね、そういう興味関心っていうところを少なからず保つためにはですね、毎日の目標を決めてね、取り組んでいくっていうのが、重要になってくるのかなっていうふうには思います。はい。ちょっと最後はね、抽象的な話になってしまったんですけれども、あまりその個別具体的な話っていうのは正直聞いても意味がないと思うんです。この科目については、こういう順序で勉強していって、この教材を使ったらいいですよとかって話はね、結局それって個人差があるわけですからね。スポーツ選手とかに対してね、もう全てのスポーツ選手に当てはスポーツ選手に対してね、確率的なアドバイスとかしてもしょうがないじゃないですか。筋トレを一日何回やりましょうとかですね、そんなこと言ってもしょうがないんですよ、別に。その人によって違うんですから。だから個別具体的な話っていうのも一つの参考になるかもしれませんけれども、それを盲信しすぎるっていうのはあまり良くなくてですね、どちらかというとそういったものは自分で確立していくものになりまして、確立するためにはね、やっぱり普段のそういう学習環境を作っていくとかですね、勉強に向かっていく姿勢とかっていうのをどういうふうにしていけばいいのかっていう、そちらの話の方が重要だったりするんです。本当に受験生っていうのはもうある種そのアスリートと変わりませんからね。アスリートだったらね、試合に勝つために普段の練習するわけですけれども、受験生っていうのはその試験で合格するために普段の勉強に取り組むわけですから、これ何ら変わりがないんですよ、アスリートとね。だからその日々の生活っていうところがどれだけ充実してね、その普段の学習に取り組めるかどうかっていうところでね、その試験のパフォーマンスは当然変わってくるわけですから、なるべくね、毎日の勉強に対しての目的意識っていうのを持っていただきたいなっていうふうには思います。はい。で、あとちょっとこれは参考なんですけども、短期合格者の特徴っていうところをね、示してありますけども、短期で受かる人とちょっと勉強期間長引く人とか、あるいはドロップアウトしてしまう人ですね、こういった方たち何が違うのかっていうのを簡単にまとめてあります。で、これは思いつく限りまとめただけなんですけども、短期合格者っていうのはこれ勉強を最優先に考えてます。当たり前ですけどね。ただ意外とこれができない方が多いです。何かね、バイトを最優先にするとか、サークル活動を最優先にするって方いますけれども、これ何よりもね、やっぱり勉強優先しないとですね、なかなかその勉強に命をかけてる方いますから、そういった方たちと戦うためには自分も生活の中心に勉強を据えていかないといけないのかなと。で、またその会計士の勉強そのものは相当に学習量も多いので、勉強中心にやっていかないと終わらないんですよ、全然ね。だからこれは初めに話した話と一緒ですけども、ちゃんと勉強中心の生活をするためのこの学習環境を整えるっていうのが重要です。はい。で、2つ目として、これはこの4つ目の話と同じですけども、勉強を手段と捉えているっていうところがね、一つの特徴なのかなっていうふうに思います。勉強期間がね、長くなってくれば、これしょうがないところはあるんですけど、勉強そのものを目的に考えてしまいがちになりますから、ちゃんと勉強は合格するための手段でしかないっていうね、そういう意識をね、強く持っている方が多いようには思います。はい。で、また3つ目、理解を重視していると。理解を重視しているっていうのは、これ対比としてはね、暗記を重視するってことになりますけれども、これ勉強期間が長引いてしまう方っていうのは、とりあえずわからないことを覚えてしまうって方が多いです。で、覚えてももちろん意味はあるんですよ。意味はあるんですけども、その計算問題とかで覚えてもしょうがないじゃないですか。全く同じ問題が出てくるわけではないわけですから、それを覚えてもしょうがないので、ちゃんと理解をしていくっていうところが、勉強においては重要で、で、また理解したことっていうのは、その理論科目においてもね、忘れづらいわけですよ。初めから理解せずに字面だけをね、暗記していくっていうのは、これすぐ忘れちゃいますからね。人間理解したことは結構覚えてられるものですから、理解を重視して勉強に取り組んでいくっていうのが、これが重要です。で、また4つ目、できない論点を積極的に潰していく。これは勉強に対する姿勢の問題になりますけれども、できない論点に向き合わないっていう人が結構ね、この勉強期間長引いてしまう方には多いと思います。財務会計論でね、特殊商品売買っていうね、ちょっとマニアックな論点があるんですけれども、これ単等式試験で一問出るかどうかみたいな論点なんですよ。でも学習の負担がものすごくでかいんですよ。これだけテキスト一冊丸々ね、書かれてるぐらいのもので、学習負担がでかい上に、しかも結構難しい論点でね、本試験で問題解けるかどうかもわからない不確実性の高い論点なんですよ。
だからここについてはね、結構切ってる受験生も多いんですけども、別に切ることそのものは悪くはないんですよ。それはね、試験上の重要性が低いわけですから、切るっていう選択は効率的に勉強していく上では重要なわけで、それは別に悪くはないんですけど、ただね、やってはいけないのは、初めから切る姿勢で臨むっていうのは良くないんですよ。結構ね、多いのが、入門講座とかの段階で、初めからこの論点切っていいですかって聞いてくる方いるんですけど、この方は大体高確率で切ってはいけない論点についてもあまり強い強度で勉強はできてないです。というのも、なんでかっていうとね、結局この論点切っていいですかっていうのは、もう自分はその論点に興味がないですよって言ってるようなもんなんですよ。で、興味がないっていうのは、結局勉強に対する興味関心が薄いっていうのは、勉強の強度を強める上ではですね、これ結構ネックになってくるというかね、興味関心のある人っていうのは強いんですよ、結局。言ってみればね、好きな人は強いんですよ。勉強好きな人って結局勉強できるじゃないですか。だから興味関心を持てとは言わないですけども、なるべく初めからね、そういう切るとかって感覚で勉強していくんではなくて、少なからずね、何かその中でね、自分にとって何か得られるものがないかどうかとかね、そういう興味深くね、そのいらない論点とかでも取り組めるような姿勢で勉強していかなければいけないんです。初めから切る感覚で勉強に臨むっていうのは、そのスタンスとして望ましくないですよね。はい。だからまあ、あまりね、その入門期の段階とかね、まだ時間のある時にはもう網羅的にやった方がいいと思います。初めから切るという姿勢がついてしまうのは良くないわけですからね。むしろこういう姿勢ついてしまうとね、難しい問題とか自分の理解できないものとかが出てきた時にこれ切ろうとかっていう風になっちゃうんですよ。でもそれが試験に出てきた場合は当然取れないわけですからね。はい。だからもう初めのうちは切るとかね、切らないとか、そんなことを考える必要性全くありませんので、とにかく与えられたものを淡々とこなすっていうところを心がけてほしいなって思います。はい。で、次の5番ともそれは関わりますけども、特定の教材をとにかく繰り返すことが、まあこれ学習効果としてはですね、高いものになりまして、まあ大学受験の時とかもいたと思いますけども、いろんな参考書を集めてる人っているじゃないですか。で、こういう人って大体勉強できないんですよ。結局一つの教材の中に試験に合格するための必要事項って書かれてるわけですから、そこの理解度を増していくって作業をしてもらった方がよほど学習効果高いんですよ。新しい教材とかをね、まあ入手して、それをまたね、新しい気持ちで読んでいくっていうのは、もちろん勉強のモチベーションは高まりますけれども、でもそれっていうのは本当に広く浅く勉強しているだけであってね、試験で点数取れるところにね、つながるような勉強ではないんですよ。だから本当に手広くね、まあやってはいただきたいんですけども、その教材をね、何かいろんなものを増やしていく必要性はありませんので、もう各予備校で与えられた教材のみをやると。いう、まあ、そういうふうにね、心がけて、まあ、勉強に取り組んでほしいなと。市販の教材とかに手を出す必要性はないと思ってください。はい。で、あと6つ目、危機感を持ってるというふうに書いてますけども、まあ、これもちょっと精神的な話になりますけども、まあ、やはり常に危機感を持ってますね。まあ、勉強をね、生活の中心において試験の合格っていうのをね、何よりも重視しているんでね、まあ、試験に受からなければ、まあ、自分は本当に極端な話、死ぬんだってぐらいの感覚でね、やってる方もいますよ。だからまあ、それぐらいのね、まあ、強度でやっているんでね、短期合格できるんだとは思いますから、まあ、漫然とね、勉強している方はね、本当に危機感を持つっていうところをね、本当に意識してほしいなと思います。はい。で、あとまあ、7つ目として、素直に物事を受け入れるっていうところでですね、やはりまあ、こちらの言ったことをね、素直に、その通りにやってくる方っていうのは、かなり勉強のできる方に多いのかなっていうふうには思います。はい。まあ、なんとなくね、まあ、疑いを持ってね、やっていく方っていうのは、まあ、あんまりね、その勉強ができない方が多いようには思いますね。はい。まあ、ここもちょっと抽象的な話ではありますけどね。はい。ただまあ、本当にそういうマインドセットっていうのがね、この勉強においては重要になってきますから、こういったことをね、一つ、心がけていただいて、何か自分に足りないなと思ったところがあればですね、まあ、それをね、参考にしていただいて、これからの勉強に役立てていただければなっていうふうには思います。はい。で、最後に、まあ、学習の優先順位とかっていうのを書いていますが、まあ、よくある、これはグラフなんですけども、まあ、会計士の試験科目は計算科目、理論科目、2科目あります、2科目というか2種類ありますんで、まあ、計算科目っていうのを基本的に優先する必要性があるよと。
計算についてはね、これまあ学習した成果っていうのが点数に反映されるまでに時間がかかりますからね。特にまあ勉強を始めたての頃っていうのはもう計算しかやらないぐらいで結構ですんでね。理論対策っていうのはまたね、ある程度計算が固まってきてからやるっていうね、そういう流れで勉強していただくのが、まあこれはもう普遍的にね、当てはまるやり方なのかなっていうふうには思います。はい。まあ以上がですね、まあこちら在学中に合格するための方法ということで、まあ本当にちょっと個別具体的な話でなくてね、ちょっと申し訳ないところはあるかと思いますけども、何かね、まあ役に立てるね、ところがあればなっていうふうには思いますんでね。はい。まあ精神的なものがね多かったかとは思いますけれども、まあ本当にそういうね精神面っていうところのねケアっていうのが受験勉強においては重要になってくるかと思いますんでね、モチベーションを維持できるかどうかっていうのが、まあこの試験ですね、本当に重要なファクターになってきます。でまあよく言われることでね、会計士の試験とかも、まあ司法試験とかでもそうだと思うんですけれども、試験に受かる人と落ちる人がいるわけではなくてね、受かる人と辞める人がいるだけなんですよ。で続ければ受かる試験になっているわけですからね。まあ、会計士っていうところはね、まあ、合格すればそれだけでね、本当に人生バラ色だっていう、そういうね、また資格でもないかもしれませんけれども、少なくとも資格を持ってない人に比べてみるとですね、人生におけるね、リスクっていうのを減らすことができます。まあ、会計士はね、本当に将来のキャリア選択っていうのが幅が広いんでね、まあ、何も資格を持ってない場合は会社に依存してね、仕事をしていくことになるわけですけども、資格を持っていれば会社に依存する必要性がないわけですからね。それだけでまあ人生におけるリスクを一つ減らすことができるわけですから、まあ、そういったね、まあ貢献っていうのは会計士という資格はかなり大きいのかなっていうふうには思いますんでね。まあ、相当にね、やはり待遇も恵まれている資格だと思いますから、今ね、モチベーション下がっている方もね、いるかもしれませんけれども、会計士になった後っていうのはね、本当にそれなりの待遇っていうのは用意されているんでね、一つね、モチベーションを上げるね、要素にしていただければなっていうふうには思いますね。はい。まあ、それではですね、これで、こちらのガイダンスの方をですね、終わりにしたいと思いますので、皆さんお疲れ様でした。